い、皆さんこんにちは、キリダスチャンネルのみです。このチャンネルでは多くの方の投球送球の課題解決につながる動画を配信していきますので、どうぞよろしくお願いします。今日はキリダスの体験会とその後にですね、今開催しているキレコンですねをさせていただくということで、埼玉県にある新座市立第二中学校の野球部に来させていただきました。実は初めての中学の野球部の体験会とキレコンになるので、どんな結果になるかすごく楽しみです。では行ってきます。その中でみんな多分指導で投げなってるよとか、もっと体全体使って投げなさいよとか、もっとちゃんとボール前で離しなさいよって多分言われることあると思うんですけれども、それって教える側としては全て一つのことを言いたいだけなんです。何かというと、自分の持ってる力をボールにしっかり伝えなさいよって言ってるんですよ。手首で調節しちゃうとボールテレビがひっついている面積が小さくなっちゃいます。そうなるとボールに回転をかける力がすごく弱くなります。ポイントとして、まっすぐ飛ばすには今言ったようにこの羽が後ろ向いたまま発射するのが大事です。で、遠くに飛ばすにはさらにそれプラス体の力をしっかり使えないと遠くに飛びません。しっかりと手首立って上げるようになればコントロールも良くなっていくんです。だからまず手首を折ったらダメだっていうのはここね。今から実際にやってもらうんで楽しみにしておいてください。お、うまい。お、いい握り方。うわ、上手。どう、難しい。まあ難しいです。難しいだけど、うん、軽くなるとね、力ちゃんと抜けたらいく感じ。難しいですか。はい、難しいです。難しい。はい、でも上手くなりそう。いいです。まあ頑張れば上手くなりそう。いい。え、上手なってるやん。31.7 32.3 30m 目指して頑張ります。おお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 お、まっすぐ引っ張るよ。 35.1。 おーい、おー来た、おー来た、来た、おお。38.4。
金です。 30m 目指します。35.8。 あー力んだ。あー力んだ。めっちゃ力んだよ。 31.9。 31.9 ね。太郎です。頑張ります。よし力んだ。もうちょい高さ欲しいな。 33.3。あー力んだ。30.2。トンです。肩力は弱いですが頑張ります。はーい。23.4。お弾道が低い。22.3。先生です。まずは 30m 行きます。おー。どこどこ。37.8。今度は 40m 目指します。あー、力んだ。行かなかった。そこ。あー言うてますね。 33.8。 33.8。 ありがとうございます。 ありがとう。はい、ということでですね、体験会と切れ込み終わったんですけれども、一人先生も参加していただいて、先生は高校生以上の部、中学生の部で6人ですね、エントリーしてやってくれました。はい、でその中でですね、先生がですね、なんと 37.6m、 選手でもね、一人アンパンマン 38.4 投げたんで、これかなり上位に食い込むんじゃないかなと思います。でその他でもですね、かなり 30m 級の記録バンバン出たんで、すごくランキングも面白いことになってるんじゃないかなと思います。はい、で現在のランキングはこちら。はい、これですね、まだまだ、10月31日まで日があるので、いろんな参加者、多くの参加者、募集してますし、どんどんランキングも変動していくと思うんで、皆さんランキングチェックして楽しんでください。ランキングはですね、各動画の前後とかですね、ホームページとかにも掲載してますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、このチャンネルでは一人でも多くの方の投球送球改善に向けた動画、そして今楽しいキレコンのね企画なんかをやっていくので、またチャンネル登録、高評価お願いします。